それ美味しいだろ。うん。一個食べろ。うちには丹波屋には一人で通りされるつもりで、まあ商いの目処が立つまでだね。なぜだ、俺が宿から出てってもいいのか。抱いてくれる相手がいなくなってもいいのかね。神田あたりじゃこう長通りをされるお人は珍しいんで。一番まだ気にしてるのか。はい、いえ、あのなら心配ない。溜まってるものを今日にでも払うよ。長通りしてると時々怪しまれるんだ。あの客は本当に金を持ってるのか、何か良くないわけでもあるんじゃないのかななんてね。何年か前にもそうやって怪しまれたことがあったよ。うん、品川だったかね。このところお出かけが多いようで。お聞かえ。はい、ただいま戻りました。あ、おかえり。例の長藤流の小物屋さんですけど。あ、坂田屋の平太郎さん。あの、何でも商いの目処が立つまで江戸においでだとか、なんなら今日にでも一度払いを済ませるといいでした。うん。あら、お帰りなさいまし。はい、ただいま。お、噂をすればかな。あ、お帰りなさいませ。ただいま戻りました。今日もありがとうございましたですね。そのせいか、商いの噂っぽいでした。ああ、そう。すぐにお食事にされますか、外の。じゃあお風呂から頂戴しましょうかね。今夜
いですよ。そうか。すみません。どうした、おばさん。お吉の合い引きがどうも腑に落ちませんで。お吉にときめきのようなものが見えないのでございます。惚れ合った男と女の人目を忍ぶ仰せというものは、たまった思いをぶつけ合うもので、いくら隠しても顔や体からにじみ出てくるものでございます。いえ、忍んでるからこそときめき、輝きがこぼれ出るものだと。小さな炎をここぞとばかりに燃やすものでございますが。それがねえか。はい、むしろ何か重いものを抱えているような。どう、お宅に応じて出かけてるんじゃねえのか。何かそうしなければならないわけがあるのではと。ふっくらとした穏やかな顔ですが、ふとした目の動きに地獄を見てきたような影がございます。おばさんの話をどう思う。どうと思わされますと。いや、亭主に隠れて他の男と会う女の心の持ちようさ。